皆さんこんにちは、尾上松也です。もうあっという間の3年目という感じがするんですけれども、また今回は新しく初めて中村和太郎くんが今回参加してくださって、そして美之助くんと隼人くんはまだ3年連続ということで、またこうしたメンバーでさせていただきますと、どんな風な舞台が作っていけるのかというのは、私自身も今から楽しみにしております。今回初めて吉野山の忠信をさせていただきますが、昨年は篠切の忠信をさせていただきまして、2年連続で忠信を務めるということは非常に僕にとっては大きな経験になると思ってますので、心して務めたいなと思っております。そして夜の部ではまず最初に相撲場の離れ駒長吉をさせていただきます。そして最後は美之助君と棒縛りを務めさせていただきます。まあ、前役ともですね、非常に大変な大役ではございますけれども、1ヶ月お客様に楽しんでいただける精一杯努めたいと思っております。やはり新春浅草歌舞伎といえば若手の登竜門ということで、非常にこう若いメンバーと切磋琢磨しながらですね、一月間勉強できるということは私にとっては楽しみでもありますし、それと同時にやはり浅草の皆様にこうお会いして、その空気感を受け取りましてですね、私それをエネルギーに一月間こなしていくというのも一つ楽しみの一つでございますし、浅草といえば非常にお正月が賑やかで華やかでございます。浅草の街自体を堪能できることを毎年楽しみにしております。どの役も初役ではございますけれども、大変な挑戦ではございますけれども、常にお客様に楽しんでいただく気持ちというのを忘れずに、初心を忘れずに務め上げたいなと思っております。これは今後浅草歌舞伎 何年務めてもですね、決して忘れてはいけないことだと思っておりますので、今年もその心を忘れずに一生懸命努めたいと思っております。皆様こんにちは、坂東美之助でございます。3年目ということで、こうして続けさせていただけることのありがたさというのをかみしめております。前2年間の経験を踏まえて、またさらに、お客様に喜んでいただける浅草歌舞伎を3年目もお届けできればなというふうに思っております。何よりもこう町自体が我々の公演を後押ししてくださる、そんな雰囲気があります。なんて言うんですかね、やっぱりこの日本のお正月らしい風情の中、こう町を歩いて浅草公会堂まで足を運んでくださって、お芝居をご覧になって、お芝居が跳ねまして町へ出かけていっても、やっぱり日本のお正月がそこに広がっているという、こういった環境が非常に浅草歌舞伎のいいところというか、お客様にお芝居だけでなく楽しんでいただける素敵なところだと思っておりますので、そして我々役者一同も当然のことながら同じように浅草の街を歩いて浅草公会堂へ楽屋入りをして、そしてお芝居が終わった後には楽屋を出て家に帰るまで浅草の街を歩くわけですから、こういったこうお正月らしい雰囲気を味わえるというのが、やっぱり毎年毎年の浅草歌舞伎の楽しみの一つでございます。常に変わらずどんな舞台でも一生懸命自分のできうる限りのことをお客様に喜んでいただくために努めるということはまた変わりませんけれども、今年も最初にも申し上げました通り3年目でございますので、これからまた4年5年と続けさせていただけるように、皆様に喜んでいただけるようにもその一心で努めさせていただきたいと思っております。皆さんこんにちは、中村和太郎です。そうですね、私としましては3年ぶり4度目の出演ということで、とても今からワクワクしております。浅草歌舞伎に戻ってこれたという思いがとても強く、今抱いております。そして今回は、松也さん、美之助さん、そして隼人くんが、一緒にまずこう看板となって頑張っていくということで、女形として一つ一つ頑張っていきたいなと思っております。本当にみんなワイワイと、また時には真面目にいつでもこう話し合いができる、そんな雰囲気が成り立っているので、その中で、楽しむことはもちろんなんですが、一日一日舞台が大きく、またお客さんが一つでも楽しめる場面、空気ができるようにと、みんなでこう努力していく、そんな雰囲気が僕はとても好きですので、その現場に行けるということが今からワクワクしております。2017年最初の公演です、新春浅草歌舞伎。私も思いっきり演じていこうというのがまず一つでございますが、皆さんが新春からいい舞台、楽しい舞台が見れてよかったなと思えるように
頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ浅草公会堂へお越しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、中村隼人です。そうですね、メンバーが変わって今年で3年目となるわけなんですけども、自分自身は本当に一番年下として出させていただいてた中で、今回は梅丸くんという、まあ、去年も出演していましたけども、今年は本当により、関わりが多くなるということで、やはりそういう下が出てくるということは責任感が生まれるので、非常に自分自身も、今回4役、やらせていただくので責任も生まれていますし、自分が憧れていた、役もできるということで今から本当に楽しみです。浅草というのは本当に浅草全体の、町の人たちがみんなで浅草歌舞伎を成功させようということで盛り上げてくださるので、人の温かさを本当に、こんな劇場で感じることができるんだなと、思ったこともありますし、やはり周りの温かさを非常に感じますね。1月から4役ということで、非常に責任感も感じていますし、また、非常に楽しみでもあります。一つ一つ、その役を得意とされている先輩方に、教えていただきまして、自分の中にしっかりと落として、努めていきたいと思っております。ぜひ、歌舞伎好きの方、また歌舞伎を見たことない方も非常に楽しめる演目立てになっていますので、ぜひぜひ劇場に足をお運びください。皆さんこんにちは、中村金之助です。もうまず若い人たちのエネルギーですよね。それとあと歌舞伎に対してもうまっすぐに向き合ってやってる、そこを第一に見ていただきたいですね。浅草歌舞伎に足を運んでいただくお客様にまた会えるということですね。それまた普段歌舞伎を見ない方も若い人のために劇場に足を運んでいただく人がどんな人が来るんだろう、どんなご見物が来るんだろうというのが楽しみですね。若い人たちなりの直球勝負で逃げない歌舞伎、この若い人たちがどれだけみんな進歩したか、この浅草歌舞伎で、普段の歌舞伎座とか国立劇場の芝居に負けないぐらいの熱を持ったいい芝居ができるように、これはぜひ皆さん期待して見に来てください。みんな頑張ってやっておりますので、よろしく応援のほどお願いいたします。金之助もちょっとは普段と違った金之助を見れるかなと思いますので、どうぞ皆さん応援してください。